何がですか？やめて。おい、運営は嘘でも可愛いっていうポジションでしょ。あなたの心にいるハートです。というわけで、今月も電撃プレイステーションさんをいるハートこと電ハートが紹介をしていきますですよ。くる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 、キャー、ひねっちゃった。よし、それじゃあ電撃プレイステーション10月号を紹介していきたいと思います。です、電撃ラブ。今月の電撃プレイステーションの表紙はこちらです。それ、ペルソナ5ザ・ロイヤル。すでに表紙から漂うペルソナ感は見ているだけでワクワクしちゃいそうですね。そんでもって、今回のネプの回はこちらになります。です。それ、前回同様ボリュームアップのネプの回では、皆さんからのアイデアを早速反映した新コーナー、教えて女神様の第2回目を掲載です。今回は各国の働き方などを聞いているようですよ。皆さんは働き方かはい感じません。皆さんは働き方改革してますか？あ、仕事中いつも食べたいケーキ屋さんを見てます。他にもレギュラーコーナーのつなこママの4コマ&イラスト、そして水野 P のコラムもあるから見逃さないでください。です。あと乾杯し、あと電波姉妹のコーナーが連載2周年ということで、いつもありがとうね、ビビビちゃんとなんだかちゃん。電波イル通信では今月号もフィギュア付き OVA ブルーレイに添い寝シーツが付属した電撃スペシャルパックを紹介です。電撃屋ではこの他購入特典としてタペストリーやポストカードが付属です。ぜひご予約は電撃屋でお願いします。気のせいか、いつもこれ同じようなこと言ってる気がするんですけどね。なんでもないです。はい、そして今回もこの目玉の最高のコーナーです。そーれー、電撃イルハート、パチ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 。今回こそは、今回こそはついにイルハートが登場するゲームに大きな進展か。いやいや、本当なんですよ。今回はイルハートが見てもね、なんか進んだなって思ったんです。もう皆さん紙面を見てね、驚かないでくださいね。です。イルハートのみんな、今月号の電撃プレイステーションも要チェックです。はあ、どうでしたか？イルハートの渾身のプリティキャラの何が問題なんですか？いやいや、確かに確かにね、まあ、最近イルハートからね、こう可愛さみたいなのね、抜けてたような、まあ、気もしたんですけどね、今回はね、イルハートのね感想が楽しみな回になったんじゃないかなって思いますよ。イルハートは眠れないときどうする？そのままゴロゴロするじゃじゃなくって、ぬいぐるみを抱っこしてホットミルクを飲んで、ふかふかのパジャマルームウェアを着て、あったかい格好をして、オルゴ
BGM を流して眠気が来るのを待ちますです。はい、以上です。はい、はい、はい、あじゃ